よし、この車だ。スポーツか、こっちか。すごいな、ボロボロだけど。こいつはすごいな。ここまで運びたくなる。ブレーキランプ片っぽ壊れた。残念だ。巨大ガレージを買ってもらわないと。トラックを貸してくれるかもしれない。 1.5 キロか。うん、マルカチャーリーも随分高いところにあるな。本当に。それ終わったらこの地域のストーリーは一通り OK？ まだこのなんだ、マルカ地方の 人っていうかボス的な人に会ってないけど。うん、到着。お車だよ。行くぞ。車はボーマンの部下が取りに来る。両親が痛むな。だいぶ来てるよ。まあいいと思うけど。車を奪うのはやりすぎじゃないのか。あ、通信。よくやったわ、ノマド。爆発があったことでエルチドは怯えてる。カルテルに狙われてると思い込んでコンサート会場を変えたみたい。その場所はマルカで一番高い山よ。なんでそんなに車をパンクさせた。厳重に警備された山頂を訪れる人々はなんかしたくなる。今バイクもあるからいいけどさ、これに乗ったかもしんないって。そしてそこに行く道はいいか。それも警備の一環だな。まあ、やつを確保するなら帰り道しかない。それはリスクが高い。エルチドは公演が終わったらすぐメキシコに戻る。一番可能性があるとしたら、とは言ってもかなり厳しいけど、コンサート中ね。くそ、わかった。チケットを入手して可能ならエルチドを確保する。おお、チケットをゲットして一緒そのままコンサート会場になだれ込んでエルチドをそのまま確保しちゃうぜっていう。なるほど。感じだけど、ちょっと待ってね。装備、あ、そっか、さっき手に入れた LMG でしょ。あとはちょっとできればこのアドバンスドサプレッサーっていうのをゲットしたいんだけど、ああ、食料、食料の物資がね不足してるから、どっかに食料、食料ないな。この辺ないね。この辺ないな。これスキルポイントでしょ。食料ないのか今。これガソリンだしな。これ通信機器だし。遠いな。ああ、仕方ない。そしてね、ストーリーミッションの。あったけど、クソ遠いな。まあ、しゃあない。ストーリーミッションの近くにハンドガンがある。オッケーオッケー。じゃあ、そのついでに、取ると。コンペンセーター、ショットガンのコンペンセーターがあるから、それを回収するとして、はい、で、マルカブラボーにファストトラベルしよう。ブラボーね。マルカブラボー。おで、目的地は B 地点。B 地点ね。よし、行くぞ。もう一回バイクのテストだ。おう、ん？バイク？あっちにあるよ。バイク。あ、あったあったあった。よし、行くぞ。はい、お、もし、もう死なないでね。もう死なないでしょ。もう、あ、線路走ってるもんだって。うん、ちょっと、お、綺麗な道。そのまま目的地に行って。はい、ちょ、言った本人が死んじゃってるけど。ああ、汽車、汽車行ったよ、汽車、汽車行ったよ。あ、大丈夫だよ、降りたよ、降りてる。降りちゃったのか。見つけた。あ、もう何もない。コンペンセーターね。うん、さてじゃあコンサートに行くぞ。コンサート、コンサートって言葉だけ聞いたらめっちゃ楽しそうだけど。サンタブランカはエルチドのコンサートを強行するつもりよ。果たして主役抜きでうまくいくかしら。エルチドを連れてきて。空から行こう。スイッチがたくさんあるな。パラシュートの出番だな。ああそうだな。高度を上げていくぞ。おい、あ、待てよ、コンサートといえば、うん、あ、違うね、あのコンサート会場とは違うね。うん、あそこも結構高度高いな。本当な。
サムがないことを祈って近くまで行ってドローン出してみたら、あ、なんだあれ。ちょっと待って、ここの拠点上、あ、なんかね、わかんない。なんかすごいの立ってるね。あ、なんかあるな。まあ敵はいるな。エルチド確保ってことは、うん、連れてくる可能性が高いからヘリ取っとくか。あー、そうだね。おお、スカイダイブ降りる必要はないでしょ別にそこで。あ、うん、いやー、パラシュートパラシュート自殺志願者、顔面から地面に勢いあ、で警戒されてる。ヘリヘリ止まって、ヘリ。サンタムエルテの層、敵グループを発見。誰に警戒、いや警戒はされてないな。敵グループを発見。あ、コンサート会場発見。敵グループ敵を発見。大勢の中に紛れている。あ、いた、エルチド。ルミアの半分ぐらい来てないか。いた。宣伝用品を破壊しておいてよかったな。本当はもっと来てたかもしれない。いやいや、すごいな。敵グループを発見。あれ、エルチドさ、孤立してから別にいけんじゃねみたいな。いや、周りに敵いる。普通に。あ、嘘。機銃を確認。え、そう。うん、あの会場の観客の後ろの方に敵いる。あ、ちょっと気をつけてね、そこ気をつけてね。ああ、はいはい、いるね。うん、ああ、少しずつ敵を減らしていくのが賢明だ。グループが見える。ちょっとね、コンサート会場のね、舗装された道路の入り口の方から回って敵を減らしていくわ。オッケー。2人いるな。あいつはどっちを向いてる。奥を向いてんのかな。武器ケースがあるぞ。警戒されてるよ。隠れて。うん、隠れてる。いや、これどうすっかな。ドローン展開。あー、入り口も、あ、やべやべ。こっち入るか。結構難易度高いな、ここ。ハンドガンの回収は後でやろう。少なくともコンサートをやってる時点で簡単に回収というわけにはいかないと思うんだよ。本当な。どうしようかな。バレるかもしれないけど、とりあえずこっちやってみるね。オッケー。仕留めた。追跡されてる。重装備のやつが隠れてるな。止まった。ん、ちょっと様子伺おう。このまま隠れて。おい、ベルムロはなんか動いてる。いや、動いてないよ。 OK、 とりあえず傭兵呼んだ。傭兵来た、傭兵。うん、傭兵が暴れてる間にちょっと移動しちゃって。いやー、無理無理。
よし、こっちは大型 OK。 ナイス。バレた。あ、敵はもうだいぶ減ってる。あとはあいつ確保するだけだ。よし、オッケー。バレたけど、なんとか。もう大丈夫だ。さあ、敵ミキミキミ。こんにちは。俺エルチドだぞ。ふざけんな。聖女に頭を切り落とされて、正面引っ掛けられた。エビチリ？エルチロ？聞いてると思ってんだ。このステージからファンから引き離した上に歩かせやがって。しかもこんな目に合わせんのか、クソくれ。エルスエーニュに頼んでお前らのケツにバズルを突っ込んでもらうぞ。待って、武器取りたい武器。誰がそのまま放置だ。どうしてかって気持ち悪いからだ。残念だがエルスエーニュはここにはいない。俺たちだけだ。従うしかないな。バカらしい。俺はエルチドだぞ。名前ならさっき聞いた。あれ、他に、あ、そっか、連行するのか。ん、あー、そっか、遠いな。遠いね。1キロ。1キロか。ちょっとさ、武器回収してないから。あ、回収してない。とりあえず車の後ろに乗っけて。おっか、あ、トランク開く、この車。多分これ開くと思う。おほー、入って。すんげえひどい入れ方したな。ハンドガンが欲しかった。ゲット、うん、よし、じゃあそのまま運転してもらおうかな。おい、なんか敵いるな。こっから撃つか。スピード出しすぎ注意。あれは一般人だ。ちょっと減速気味でね。うん、どれだ、右側か。もうちょっと行って。あ、右の小屋じゃね。あ、小屋か。じゃあ小屋の横で止めてくれ。窓のとこまで行って。ストップ。あ、もうちょっと前。はい、オッケー。おっと、はい、オッケー。仕留めていいよ。エルムロ、そっか、トランクか。あー、トランクを傷つけるなよ。乗ってるからね、ちゃんと。大丈夫大丈夫、多分大丈夫。あと 1.3 キロ。お、結構遠いな。これトランクに乗っけてたら普通に走ってるだけだからな。登って危ない。あ、で、ちょっと止まって。で、ちょっと降りて。あ、違う、あ、中で座席移動して。やっぱりね、君に車の手を任せたら危ない。なんか喋ってる声がするんだよ。うん、トランクの方から中でね、喋ってる。ゲロゲロ吐いちゃうよ、こんなところ走ってたら。酔うかな。ほんと？まあ、そういうことはだな。ここのマップ、まあ地方もその重要人物を殺すとかいう感じではないんだな。違ったね、今回は。やっぱり序盤のね、イタカにいたあのユリとポリとかがあまりにも過激すぎたんだよ。確かに。拷問のスペシャリスト。
元はただの医者だったんだけど、ダークサイドに落ちてしまったんだ。落ちたか。ここもショートカットできそうだった。あ、おお、ごめんなさいね。おお、何してんの。いや、足元を打ってる。よし、ブラボー到着。さあ着きましたよ。トランクから出してあげよう、はい、元気してる。なんだよ。はい、中連れてって。これすやばいよ。こんにちは。会えて光栄だわ。一杯どう？逮捕するのか？俺は法律を破っちゃいない。ただメキシコの労働者階級の生活を伝えるパーティーソングを歌ってるだけだ。何が悪い？読んだわよ、スエーニョが書かせた記事。嘘ってわけじゃない。そうそう、新曲のビデオすごくいいわよ。 DJ エルパソのリミックスもほんと最高。おいおい、ファンなのか？好きな曲はなんだ？歌ってやる。だからここから出してくれよ。アブサモス・デラ・メディシーナが一番かな。でもブショネス・ヘリドス、あの売人が撃たれて死ぬ曲、あなたの葬式にぴったり。そうだよな。今なんて？あなたは人殺しじゃないって分かってるわ。シカリオじゃない。そうよね。まるで天使だ。汚い言葉も使わない。あなたはメキシコの労働者階級を歌うエンターテイナー。サンタブランカに無理やりボリビアまで連れてこられた。そうだ、強制された。来たくなかった、ボリビアなんて。守ってあげられる。あなたの甘い歌声を CIA の薄汚い施設に閉じ込めたりしないし、カルテルからも守る。大事な車だって取り戻してあげる。その代わり歌って。サンタブランカについてあなたが知っていることを全て教えるのよ。ペンが必要だ、ありったけの紙。まあとりあえず情報は、うん、そうだね。エルチド、まあそうだな。だがエルチドをさらって車を盗んだところで、うん、奴の音楽が止むわけじゃない。確かに。でもエルチドはサンタブランカの上層部や幹部をやってるファンの情報をこっちに流すことになってる。彼が密告者だっていう噂が広まったら、彼もサンタブランカも世間からの評価を大きく落とすことになる。これはコリード音楽にとっても歴史的な瞬間よ。本当に誇らしいわ。音楽の歴史を変えた兵士なんて俺たちが初じゃないか。歌手デビューだけはしないでね。あ、映像来た。ちょっと映像を見るね。はい。両親を持つのは危険だ。心ある者にとっては特に。ラモン・フェリスは自分を許せなかった。そして自らの命を絶とうとした。その時、我々に協力していたにもかかわらず、奴にまだネタを持ってくる情報源が一つだけあった。タレコミ屋だ。もちろんそのことは筒抜けだった。キー操作まで監視していたからだ。気の毒だ。ラモンが自分の運命を知っていたなら命を絶っていただろうに。うわ、なんか恐ろしい映像だった。そうなのか。自殺しようとしていた人物をね、うん、ですら末にはちゃんと監視していて、舞台をたくさん送り込んでいましたよっていうところで映像が終わった。およし、じゃあまあ過激なドンパチというのはあんまりなかったけど、ここもまあクリアだね。うん、そうだね。で、パーツケース1個だけ残っちゃってるから、パーツケース回収してこの地方終わるか。オッケー。ちょっとプカラブラボーに移動しよう。パーツケースのすぐ上の方にあるところ。はい。出発準備をして。カルテルで働いているラモン・フェリスというボリビアの人気ブロガーがいる。いつもサンタブランカの事前事業とかのくだらない記事を書いてたんだけど、今朝はカルテルが児童の売買をしていることを暴露したわ。みんなの反感を買ったか。
問題なのはスエイのよ、あもうすぐそこに、フェリスは見つけ出して、うん、カルテルに殺される前に証拠を手に入れて、すぐできるだろ、彼からもらえるものは何でも持ち帰って、カルテルの不祥事をいくつも握っているかもしれない。家はサンタエレナにあるわ。了解、ノマド。ここいかにもバイクで走ってくださいみたいな道だな。おお、ラモン・フェリスね。有名人の誘拐は初めて。将軍は違うのか。どんなに有名な将軍の監修でも何もいないじゃん。本当だ。ただ置いてあるだけ。でもファンのほとんどはカルテルなんだろう。買い放題ってことか。全員が叱りよってわけじゃない。あんたには行かないぞ。ガソリンがたくさん入ってるのに。ここに武器ケースがあるぞ。おし。でね、うん、今多分判明したミッションは、まだ訪れたことのない地域だね。っていうかね、多分ね、マップ全体を見てね、見てほしいんだけど、今この、マルカにいるでしょ。いるね。マルカのね、すぐ横ら辺のちょっと小さめの地域、ラクルスっていうところがあるんだけど。ラクルス、ラクルス。ラクルス。あ、こっちか。はいはい。ここになんかストーリーミッションが集中する傾向でもあるのか、なんか、2個あるね。ラプラガと、あと、ラモン・フェリスがいるから、もしかしたらだけど、途中のこのマップ全部を制圧しなくても、うん、いつでも自分のタイミングでエンディングが見れるのかもしんないけど、まあでも、全部ちゃんとやっていこう。まあ、ちゃんとやっていく。だからね、ラクルスだけちょっと飛ばしてみるか。ああ、じゃあそこを最後にやる感じか。うん。まあだからね、今度はね、フロルデオロっていうところ、ここちょっと、フロルデオロとその隣にあるリベルタードは、難易度高めだよ。高いね。どこどこ、うん、で、うん、プロパガンダ活動妨害の進行度はもう 44% になってる、いつの間にか。でさ、ね、さっきやつを捕らえてゲットしたなんかまた特別な武器があるけど、うん、あるあるある。なんて言うんだこれ。ウイウイっていうのが俺。ウイ。まあ読み方わかんないな。使うことは多分ないだろう。うーん、じゃあこの地方クリアしたから終わるか。はいはい、またね、終わるか。明日か明後日、今度はね、お隣さんフロルデオロ、人物は不明、こう行ってみるか。のためじゃない。お疲れさんです。子供たちのためにやるんだ。カルテルが売買してるだ。この瞬間にも取引は行われてる。かなり行方不明になってるんだろう。なんで誰も声を上げないんだ。上げてるだろう。子供がいなくなれば警察や記者に連絡するはずだ。誰も口を開かないのは知っているから。これがカルテルの仕業で、腐敗した政府は助けてくれない。